強い風で横向きに降る大粒の雪。隠れ豪雪地帯として知られる山形県西川町です。道路の脇には除雪でできた雪の壁が続き、映像を撮影した旅館の駐車場には除雪用の重機が止められています。この地域には気象庁の観測地点がないため、山形県の除雪関係で観測してくれって言われて、県からの依頼で1日2回旅館の男性が積雪量などを観測しているんです。今日午後4時ごろに測った時にはなんと114センチ、午前から12センチ増え1メートル超えの積雪を観測したということです。今日エブリィは関東一の豪雪地帯、群馬県みなかみ町へ。すると小猿も親に抱きついて温まってる感じに見えますね。親子猿と遭遇。猿も寒そうですね。この時はまだ雪はほとんど降っていませんでしたが、午後2時半ごろになると、わあ、すごい雪の量、前が霞んで見えますね。視界が白く霞むほど空から大粒の雪が。どのくらい雪が積もっているのか住民に掘ってもらうと、20センチぐらい積もった。まだ先週の大雪が残っていることもあり、みなかみ町では今日関東で一番の24センチの積雪を観測。除雪は結構あるだよ、大変だよ。3日ですか。これからは気がついてたよ、こんな仕事ばっかり。北日本の日本海側を中心に断続的に降る大雪。これは日本の上空に寒気が流れ込んできている影響です。明日以降も日本海側では雪が続き、関東甲信の山沿いでは週末大雪になる恐れがあります。全国的に強い冷え込みとなり、今シーズン一番の寒さとなるところもありそうです。厳しい寒さの到来にフラワーショップの店員は、水仕事が多いんで、水使うときはもう指がそうです、指がキンキンですね。その影響で爪周りとかがやっぱささくれとかになりやすいところが乾燥してちょっと皮むけちゃったりとかしますね。なんでハンドクリームがないと町の人も寒さによる体の不調を訴えます。結構喉にきちゃうかな、乾燥だよね。乾燥してね、乾燥がやばいので、やばいですね。朝と夜は絶対クリーム全身に塗ってます。専門家は肌などが乾燥する原因の一つに、冬の厚着で汗をかき体内の水分が減ることを指摘。ハンドクリームなどのほか水分摂取も大切だとしています。他に多く聞かれた不調が、寝る前に軽くストレッチとか、もともと腰もちょっと痛いってもあるんですけど、ちょっとやっぱり冷えてもきてるので、肩こりとか重たくて、冬関節がなんか固まる感じがすごいあるんで、肩や腰の異変です。整骨院を訪ねると、腰が最近ちょっと調子悪いですね。こう教えてくれた施術を受ける男性も、実は施術スタッフです。力仕事が多い整骨院の施術スタッフです。施術スタッフ同士っていうのは結構あることなんですか。あ、そうですね。調子悪い時は普段こうお互いに施術し合って、冬場とかだとベッドの下側が
冷えてくるんで、足元冷えてきてちょっと足腰寒くてちょっと腰痛いなみたいなのは結構あったりします。また夏に比べると冬は急な痛みで来る利用客が多いといいます。そこで腰痛を和らげることにつながるストレッチを教えてもらいました。この状態で単にこうやって足首を持ってグーッと伸ばす。この時にですね、足開かずにしっかり閉じていただくっていうのがポイントで、こうするとより強く伸びるようになるので、左右10秒ずつぐらいやっていただくとおすすめしてます。太ももの前を伸ばし、筋肉の緊張がほぐれることで腰の負担が減らせるため、腰痛の緩和につながるということです。